はい、えー、超易太郎です。ちょっとね、これ、まあ、感覚的な話なんで、まあ、皆さん全員にね、いろんなことが当てはまるかどうか別なんですけど、まあ、私生配信しておりまして、まあ、これも少し他でも喋ってますが、あの、割と、この攻撃的なこと、アンチ的なコメントに噛みついて、まあ、ゲイなんで、キレゲイじゃないけどっていう風にやっている、 ことがあるんですねもう誰で来た時にもう別にそうでもないとこパッと取り上げてっていうことを私はどっちかっていうとこれはまああのうーんねえ分かってプロレス的なこともあるので知らない人が見たらびっくりするかもしれないとやっぱ盛り上がるんでやってるっていうところもあったんですけどでまあこういったことになって、えー やり合ってて、DM し、は、あの、ムーカルなら DM してこいみたいな言い方もしててね。で、一度は、ああ誤解がありましたっていうこともありますし、一回かかって喋ったら、いや、実は不安で喋りたかったっていう人もいて、で、つい最近もあったわけですよ。その内容っていうのは、うん、まあ、もともと、違う、本当にもう、あり、ありえないコメントがあったわけですね。薬物、 が、どうのこの国外薬物を売ってるところかみたいなのがあってるんで、当然、モデレーから削除をして、それに対してちょっとおかしいんじゃねえかって言ったら、元ヤクザがそんなカリカリすんなよみたいなことだったら、その言い方ないだろっていうところから始まってこうなって。で、その人は、まあ、あの、次の日 DM 来てたんですよ、実は。やり方がわからなかったら来たって。うん。まあ、その人の言い分としては、バリ増言をね、いきなり言われて、 納得いかないと。いや、そんな怒ってる感じじゃないですよ。丁寧な、あの文言なんですよ。だけども、私が、もうこれ、正直言うと、もうブロックしたんです。もう、あ、これ喋っても無駄だと思ったのは、何かって言ったら、もう、彼が思ってること、多分男の人だと思います。うん。と、私が思ってるところは全く相入れない位置にいるなって。彼の中の物語と私の物語は全然違うと。彼は以前にも私にもバリスを言われたことがあるということです。 その時からも納得いかなかったっていうことなんですね。私、バリス王いきなり言われた。だからいきなり言われたっていうふうに思ってるんですよ。うん。っていうことは、言われるっていうことは、うん。私が言いたくなるようなことを言ってるからですね。コメントを。はい。うん。私が腹が立つことを入れてるわけです。うん。だけど、そんなのを、 自分が思ったことを入れてることに言われても納得いかないっていうことなんですね。まして、今回の場合は、そういうようなことで、いや、元ヤクザがカリカリしなさんって、別に私元ヤクザで売ってるわけではないですね。毎回毎回俺はヤクザで何々組の同行ううって名乗ったこともなければ、それを盾に同行うう行ったことはないです。ね。うん。そういうこともしてないでやってきてるわけです。で、どっちかって言ったら今の傾向としてはもうそういうところから離れた状態でやりたいっていうことで、 サブチャンネルなんてそんなこと言ったこともないし、うん。そういうことでやってるんですね。そこが前提があるわけです。メインチャンネルとサブチャンネル分けて、サブチャンネルはそれで放送してるっていうのはそういうことです。うん。んで、 一日目に会って、そしたら二日目にあったら、いや、もう見る、見もしないのかみたいな、見もしないで電話番号も出てきたんですもう私はここで書けようかなと思って一日ずっと考えてた。なんか引きようかなもうん、電話も番号も言ってきてるんで、でも、これって書けたところでどうなるんだって思ったんですよ。で、その私が決定的に言ったら、何々組の何々で、 誰それについてこういうふうにやってますかっていうことを言ってきてるんです。だから、自分はもともとヤクザのところに関係していて、だから、あ、もうこれはいいわと。確かに私のところに、ね、ちょいぎ太郎さん、自分も前科何班だったんです。どれどれどこそこと何々いたんです。話し,しませんかいや、それしてどうするんですかって話なの。だから、もう完全に同じベクトルで考えてるんですね。俺はお前と違う。 うん。もし、そういうことがしたいなら、自分で配信して、私と喋れるとこまで来てくれと。そうじゃないなら、それは違うでしょ私は、どこそこ組の何々さん関係ないんで。うん。そんなことは。私、ヤクザ向けに、あの、放送してるわけじゃなくし、ないし、刑務所の仲良し話を語った、語りたいわけでもないんです。私、誰それが刑務所入ってきたって、その人をインタビューして、そんなこと一回もやったことないんですよ。つまんないから。 その人の体験なんて聞いたって。私人の話聞きたくないんで。自分の話を喋りたいからやってるんで。人の話を聞いて人の話を放送したいわけじゃないんです。あなたの話は私は聞きたくないです。別に。はい。私は自分の思ったことだけ喋りたいんで、自分で頑張ってやってる。こういうことやってるから、俺の話を聞いてくれると。誰もそんなこと一言も言ってません。はい。だから勘違いしてるんです。ね。 その上で、今回そういうような形になって、ね。うん。聞いてくれと。いや、聞いて喋ってどうすんですかって話なの。ああ、もう、ああいうふうなことももうやめようかな。こんなことやってきりがないし。だって、その人には何か、どうこうが、私にとって何の得もないです、これ。っていうふうに思ってたところに、本当にね、ちょうどいい頃合いというか、 ある方が匿名で、一つのね、私だけに動画を作ってくれて、これ見てください。こういうことがあったんです。ね。非常に、うーん、生々しいので、私もこれを割愛して喋ります。この方も、いろんな動画、いろんなところの、もうどこのプラットフォームって言いません。そういうものを見てきて、この、どいろんなことで揉めたり、こうなっていくっていう様を見ていて、 いたそうです。年齢も私と近いです。だからわかるんですね。いろんな配信者、いろんな視聴者がいて、で、その配信者と視聴者と、このやりとり誹謗中傷の応酬っていうものをいろいろ見てきた。ね。その中で、もう、いろんなことを、バリ増言、コメントしをしている、うん、人がいる。でも、その人は実際の本人と、 を目の前にしたら全然そんな風には見えないそうです。普通にしている。一見普通にしているそう。だけども、コメントを入れるときは、もうすごい、凄まじいような、もう悪態をつくような形で、で、腹に溜まっている増悪を他の放送主にぶつけているというような感じ。だから、どんなコメントにもラリーのように返す放送主に構ってほしくて、泣きわめく赤ん坊のようにバリ増言を入れてるんです。 ね、そういう人がもう放送してくれなくなってつまらないと。っていうようなことがあると。うん。ね。で、そういうのを見ていて分かった。いろんなことが分かった。うん。その放送主は顔を出してる人だったと。その男性が嫌がるコメントをして、表情や言葉の返しで嫌がってることが分かると、喜ぶと。 いうようなことをやっていたんです。でもあまりにもひどいコメントで、が NG 入りでコメントできなくなる。だけどそのコメント、あの、ほ、あの、配信者は、割と謝ったら許すルールを設けていたんだけど、何度もそう謝罪して何度もこういうふうにしていた。 で、そんな人なんですよで。なんで、こ、このぐらいのことを私はなん別にそうだったら話はしないです。うん。でも、その男の人なんですでこの悪口やってる人、その人のことが何かすごく気になったと。で、自分で殺人願望もあるということも言ってたし、自分で死にたいっていう願望もあるっていうことを言っている。 そうなんです。でもそれって普通は口だけで本気にするってことはないけど、どうやら本当にそういう傾向があるんじゃないかっていうふうに思えてきたと。うん。で、仮にその配信者とね、えー、一緒にどっかに行くようなことがあったら、ビルの上でも崖の上からでも突き倒してやる、突き飛ばしてやるっていうようなことを言うようなことを言って、 うん、で、その人にとっては、インターネットの向こう側の生身の人間はおもちゃでしかなく、荒れている放送があると乗っかって一緒にコメントして荒らすっていうことも嬉しそうに言っていたと。とで、その本人は口に出してるのは、自分の命を絶つか人を殺めるかっていうことを目標にしているってことを口に出しているで、どうして、 命を絶つか人を殺めるかの二択しかないのかという問いに関しては自分で年齢からして私はその年齢わからないんですけどまだ先がないわけでもないのに彼はもう何歳だからと取り返しのつかないような年齢のように言っていたとこの方から見たらまだまだっていう年齢だっていうことなんですねで、この荒らしてるこういうことをやってる人は 働くこと、未来のこと、営みが、苦行でしかないというような感じで、未来を明るく考えるのはお金だけっていう感じで、老いることに対しても苦痛を感じているというふうな人だったそうです。ね、手元で株やら何やらっていうふうにうまく資産形成をしていた時もあるんだけども、うん それだってそううまくいくわけではないですよね。で、その人に対しては全然優しい人で、まさか人を殺したりとか、自分で人を殺すなんてことは考えられないな。だったら自分で命をっていうふうに思っていたっていうことで、うん。そんなある日に、もう最後になるかもしれないっていうことで、会う約束をしたそうなんです。うん。ね 誘っておいて言いにくいんだけど今日会うのは難しいですっていう風に連絡が途絶えた。うん。まあ結局会わなかったのはどういうことかって言ったら違う人に対してそういう事件を起こして。ひょっとしたら被害者になったかもしれない。本当にそういうことをやっちゃった。相手を殺してしまった。 そんなことがあったんですっていう。非常に私もぼんやり。どの事件ってどういう風に特定されてもあれなので。なので、ん、ネットの世界のネット番長的な、どうこうどうこう言ってるだけっていう風ではもうないよと。そこから始まって、そこからつながりができて、そういうことにもなりかねないんで、私は、その、なんていうのかな、そういうことに負け、 やめててくくくっいいうのが非常になななんんとなく面白くないんで、うん、もう、喧嘩なら買うよっていうスタイルでやってきたんだけど、もうちょっと違うのかな。数が多すぎて、うん。うん。ここでやったことってもう数ヶ月経ったら忘れちゃって、ここ見てる人だともうやらないんだけど、また違う人が来て同じようなことやって、 どんどん劣化していってんですね。そういう、そういう人。うん。私、ブロックした人たち、たまに見返すとアイコンから何からもうく、く、あの、狂ってんだよね。本当に昔の、もう6年前とかのアイコンとかさ、まだ残ってんの。もう、うん。うん。大体、それって何かの人のやつを貼り付けたやつとか、引用してるやつとか、うん。名前がなんか狂ってるような感じだったりして、うん。 ねえ。相手にしてもしょうがないかなっていうふうに思う。損得だけではやってるわけじゃないけど、得はないんだよね、そういう人との構って。だからもう相入れないっていうかもう、もう、論理がずれちゃってるんで、うん。で、言ってるのは、配信者と見てる方の人は対等ではないんですよ、実は。うん。うん、全くそれは違うと思います。うん。 この一言を一つ喋ることに対して準備もあれば、あの、簡単に毎日ポンと、あの、つけて適当に喋ってる人はそうかもしれないけど、私はそんなことしたことがないですよ。やっぱりタイトル、サムネ考えたらこういうことを、いや、そんなに長く考える。一順それはシミュレーションはします。で、始まって、あ、これ違うと思っても変えます。で、よくあるんですよ。よ。 その話題と違うじゃないって。いや、話題とは違うのは違う状況になったら変えてるわけなんです。ねだってみんな、晴れと思って、雨降ったら傘さすでしょって。ね晴れと思ってんのに、雨降ったら雨濡れたまま歩いたらバカでしょって、もうこういう説明も嫌なのよ。 変わったら変わった理由があるわけだから、応じればいいのに、俺言ってることと違うじゃんかって、文句言うんだったらもう見なくていいんですよ。変える理由があるわけ。途中から入ってきて、なんだ話が違うんじゃないかっていうことなんですよね。もう試合は始まってますよっていうの。うん。ね。試合始まってて、最初から見ててどうこう言うなら、途中から見て、なんだ違うじゃねえかってなんだもっとダウリアやれよ。ね。 睨み合ってるだけじゃねえかっていうのは、お前がおかしいんだよって話なの。うん。だから、まともな人は途中から参加者は、あ、間に合いましたとかって言ってくる人は、まだわかる。え、なんか全然違うじゃん、みたいな。どういうことなんだろうって。だから、これもそれも途中から入ってきて説明しなきゃいけなかったら進んでかないんですよ、前から。だってさ、テレビのさ、 あの映画とかさ、映画館入って自分が遅く来たのにさ、いやいや、早くや、ま、もっとちょっと説明してよって、どうなってんのって言ったらバカでしょだからバカなことをやるんだもん。ね生配信の人に、もう進んでるのに、途中から来ててもう一回やって、わか,かんないんだけどっていう人がいるから、お前がおかしいよって話なの、そもそも。うん。 ねえ、コンサートとかライブに行ってさ、途中から来てさ、いや、聞いてないんで最初から歌ってって。ねやりますかって話の。あなたがおかしいけど、それ言ってる人は自分がおかしいと思ってないの。で、おかしいよって言うと、カッとなるバリ雑言言われたってこと言われるようなことを言ってるから言われるわけでしょいきなり言われたって。だからもうその人と話してもしょうがないの。だって俺電話したら僕、ボロカス文句言いもんね、絶対に。 すいませんなんて俺言わないから、お前がおかしいなこの野郎ってなっちゃうもん。だけどそれって不毛なことでしょって。うん。配信をして言ってるならまだしも直接電話で喋ったら、だってもうおかしいのは、電話かけてこいよって、電話のかけ方がわかりませんって当たり前じゃん。あの、DM では電話つながるんですよ。え、X の。うん。あの、それはこっちからじゃないとかけれないって当たり前だよね。そんなの。 いきなりかけて DM でかけてこられると困っちゃうよね、そんなの。うん。ね。登録してる人とどうしたらできるけど、うん。そういうようなこともあるのね。うん。だからみんな自分の都合のいいように考えたらそういう人って、そんなわけないじゃんって。うん。まあこれ聞いてるかどうかは知らないけど、うん。これ聞いてどうこう思うのかわからないけど、うん。 もう、かけてこいっていうもうやめようかなと思って、本当かけ、ね、そんなんなって、そういう状況でなったって、どうしようもないじゃん。本当に。うん。それやってたら持たないもん。うん。ねえ。何々、何々、誰それさんについていた自分は何々って言われて、あ、それでどうなんですかって話だもん。うん。そういう話し合いもしたくないし、それ誰って、それが、 俺の高めだったらどうするの俺の低めだったらどうすんのって話になるから、あ、もうこれは喋ってもしょうがないわって。うん。じゃあなんだ、その人を通して話はいいのかっていう話になっちゃうんで、誰それがどれどれってどうも必要ないんだよね。うん。で、逃げたとか、か、か、どうこうって言われるのも尺に触るし、でもそんなの全部相手にしちゃったって持たないしって、ね。うん。いう話なんですよね。まあ、今みたいなね。そんなような、ね。 アンチでね、そういうふうに、本当に心が腐ったような人もいるってことをね、この方が教えてくれたんでね、うん、その人がどうこうって言ってるわけじゃないよ。うん。ああ、ちょっともうね、あの考えも改めなきゃいけないかなっていうふうに思ったりもしたということです。以上です。はい、超駅太郎です。この度、極道楽園、極パラ、ね、第4巻、あの、デジタルで発売します。 ね、皆さん見てください。もうね、これ最終巻となっております。ね、世界各国のドラゴンボールやら、海賊をなったりするっていうことでね、終わりを迎えるという、違う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 。ね。まあ、ここから、この売り上げが良ければまた復活するかもしれないということで、はい、皆様にね、愛されております。超役太郎、私のね、幼少の、幼少のっていう、なまあ、あの、私が会ったことも散りばめながら漫画になっております。はい。 で、えー、そうなんですね。これ、まあ、あとですね、こっから続く物語をね、続けられるかどうかは、皆様のね、この、頑張り次第、ね、私も頑張っております。もうこの超駅太郎ももう少しで50万人、ね。まだ登録していない方は登録していただいて、サブチャンネルももう少しで10万人、ね。もうこれも皆様、本当皆様あっての超駅太郎なので、 よろしくお願いいたします。以上です。